私の朝の日常を紹介いたします。昨夜夕食時に飲んで開けたワインの瓶を捨てます。平均2日に1本開けます。ワイングラスを洗います。私のワイングラスは非常にバカでかいです。これで飲むとワインが美味しくいただけます。絶対に酔った時にはワイングラスは洗いません。気をつけて洗います。注意して洗わないと飲み口が簡単に欠けます。1年半ほど同じグラスを洗ってます。家内は1年間の間に2回グラスをかけさせました。最後にゆすいでワインハンガーにかけます。このワインハンガーは非常に重宝してます。トマトとリンゴを洗います。リンゴは皮のまま食べるのでしっかり洗います。このリンゴとトマト、そしてバナナはほとんど毎日食べます。リンゴは私の大好物。リンゴは半分に割って、半分は冷蔵庫にしまい、明日用に保存します。果物の果糖を取りすぎないようにするために、2日間に分けて1個食べます。冷蔵庫からヨーグルトを出してきます。低脂肪のヨーグルトです。きな粉とごまをお皿に入れます。きな粉は大さじ山盛り、ごまは少し高いのですり切りにします。きな粉とごまもほとんど毎日、毎朝食べます。空になったきな粉の袋は最後の最後まで出します。そして捨てます。ヨーグルトも取りすぎないようにスプーンに3倍ぐらいにします。食べながら料理します。これがまたとても美味しいです。2切れは
皮を剥きます。私は皮も食べますが、家内は皮が食べれません。家内用の2切れです。私はリンゴの皮を上手に剥くことができます。薄く剥けます。きっと家内より上手だと思っています。皮を剥いた2切れを早速家内のところに持っていきます。包丁の手さばきはどうですか？上等ですか？部屋にはまだ暖房を入れてないので、たくさん混んでます。頭のヘッドホンはただ単に外すのを忘れてただけです。バナナも半分に切って家内と分けます。これも果物を一度に取りすぎないようにするためです。モーニングは自宅から歩いて 1.5 キロの食堂カフェつむぎでほとんど毎日取りますが、これは前菜です。私の朝の日常をご紹介しました。最後までお付き合いありがとうございます。感謝いたします。